続いて中本のお父さんが傷ついたのは、妹がもうパパと一緒にお風呂入らんよと言ってきた時に、まあお母さんが一緒にお風呂に入るように妹に叱っているのを見ていた姫たんが、姫ちゃんだって我慢して一緒に入り寄るんじゃけえねって妹に言った。そこだけ言わないでなのよ。我慢してって言わないで。我慢、我慢して入り寄るんじゃけえねってお父さんはもうだから決めた。そこだけ言わないであげてよ。お父さんはもうあれ俺こんな嫌われてたの。いつ頃の話これ。これ最近の話だったら笑っちゃうんだけど、小学生とかと思うんですけど、小学生ぐらい、ちょっと私も全然記憶にないのでよく覚えてたわ。いやだから傷ついたんだよ。もうそれはさ、お風呂入るなんてお父さんは思ってるからね、いつまで入れるのかなっていうのは。だからそれは女の子2人でさ、あパパとお風呂入ってくれて可愛いな、将来は入ってくんないんだろうななんて思って、それが自然とフェードアウトしていくとかなんかいいのに、こんなにそうだねぐさってくるような、入りたくないってもう言い出しちゃった、もうそんな時期かと思ったら、まあでもお姉ちゃんまだ入ってくれてるって言ったら、我慢して入り寄るけんねって言われて、わ俺すげえショック。でも最初、あでもあのいつまで入るかって、あの人によって全然違うと思うんですけど、はいはいはい、うち結構長く入ってた方だと思ってて、多分中1とかまで一緒に入ってます。気がするね、我慢して。そうです。結構それからも我慢したんだ。そうですね。これってさ、なんなん、学校とかでもう入らなくなったよとか友達が言い出すと入らなくなるの？自然なんだろう、自然って小5ぐらい、小2、は小 2? 早いよね、小2は。小3では入ってないかも。お父さんと小3で入ってない、早いよ小3は。お父さんは一応高学年目標で思ってるから。高学年はもう入らない、低学年ぐらいまでは。あダメ、はあ、なんか知らないうちになんかちょっとずつ傷ついてる。いや俺別に子供いないけど。面白いな、でも姫たんのやつ。ちょっと言ってくんな、姫たん言って。じゃあいきます。はい、どうぞ。姫ちゃんだって我慢して一緒に入りよるんじゃけえね。あ傷つく、あ傷つくよ、この可愛い感じがまた傷つく。うわもう入らねえんだ、我慢してたんだ。いろいろとベビーメイだろ、もう広島やろ。お姉ちゃん、お姉ちゃん、あ嬉しい。お姉ちゃんだ。広島トークしてて、私も実は広島出身で、スーメタルの、スーメタルのお姉ちゃんだ。嬉しい。スーメタル一個下です。スーメタルですやろ。大好きじゃないですか。 DATH ですよ。その輝きでバズドルやってもらわないと。全然初めて見た。キラッキラしてますよ。初めてバズドルで見ました。前のめりになって。バズドルだ。